関越式に参加する隊員たち2015年、中空へと大使館にて行われた自衛隊記念日レセプション。自衛隊記念日は、日本の防衛庁が定めた記念日で、毎年11月1日、防衛庁及び自衛隊の創立に基づいて1966年に制定された。防衛庁、自衛隊が発足した日は、その法的根拠となる防衛庁設置法。 自衛隊法が施行された九百五十四年七月一日だが、台風などの自然災害に伴う自衛隊の出動が、予想される夏から秋に記念行事、式典を行うのは、都合が悪いため、この時期を避けてこの日を記念日とした。祝日ではない。この日の前後に毎年持ち回りで、おのおの3年に一度、陸上自衛隊の中央貫越式、海上自衛隊の観艦式、 航空自衛隊の航空間越式が開催される。また、海上自衛隊では、基地、一般公安などに停泊している自衛官において、満艦職が行われる。なお、7月1日前後には、防衛駐在官を配置している日本国外の大使館などで、現地の軍人や国防関係者を招いてのレセプションなどが開かれている。航空軍事業後時点、自衛隊記念日。 2021年5月26日閲覧。パクスちゃん。ロッテホテルの自衛隊行事拒否。嫌韓感情を招く恐れも。朝鮮日報。http://www.chosunonline.com スラッシュサイトスラッシュデータスラッシュ html ディル2014-07-12 2兆140億7120万8 2 5 HTML2014 年7月12日閲覧。自衛官の記念行事、米中路など36カ国で恒例。産経新聞。http コロンスラッシュスラッシュ SANKEI.jp。msn.com、ポリティックス、ニュース、14万712 PLC14 兆712億1045万 8N1HTM2014 年7月12日閲覧。ありがとうございます。